はい、ともこちゃん、こんばんは。こんばんは、こんにちは、じゃないです。違います。はい、今日はですね、9月の28日、時間は、はい、9時45分ぐらいです。はい、はい、今日はですね、久しぶりにまたゆうすけの、はい、はい、ちょっと紹介したいと思います。じいじの誕生日でもありますけど。あ、そうやな、ほんまやな、亡くなったじいじの誕生日です。はい、76歳かな。76か、うん、もし生きてたら76歳でしたね。はい、はい、今日はね、はい、こちらです。ザザン、ザザン、ザザン、今までのゆうすけのペンライトですね、はい、ペンライトですね。はい、一個一個順番に紹介していただきたいと思います。はい、はい、それではまず1個目、こっちから行こう、古い方から。チャカ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 、じゃん。これはペンライトないですけどね。これオリジナルのやつですね、はい、ペンライトじゃないですけどね、これは、はい、チャちゃんが買ってきたひまわり、はい、ただひまわりを振っているだけってやるやつですね、それは。ちゃうなそうやから、ただひまわりやから。青い空と雲ってやる時用のやつです。時用のやつです。はい、そして次からペンライト、はい、はい、1個目、ジャガ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 、ズンズンズズン、はい、これはドリームランドですかね。これはドリームランドの、はい、杖のやつですね。そうです、これ杖の形をしています。杖の形をしています。はい、こうですね、長老が持つ杖のような形になっていますね。これめっちゃ明るいんです。めちゃんこ明るいです。ちょっと今電池が弱ってるから少し暗いですけど、ほんま明るかったな、これな。うん、はい、これは2000、これ、それそれ、これが2015か、うん、2015ですね、はい、2015のライブの時のペンライトです。ペンライト、はい、続きまして、ゼロワン色してますな。ほんまにゼロワン色ですな。はい、はい、続きまして、こちらジャカジャカズンズン、2016年ですね。星です。星港です。ちゃうな、ちゃいますな。これは2016の何のライブの時、星のライブの時です。星っていうライブあった？え、あのかぐや姫ちゃうわ、かぐや姫じゃない、なんかあったな。うん、竜宮城、あ、違うわ、忘れたな、もう。でも星ですね、貸して。はい、はい、星です、星です。あ、この時からね、こう色がね、いろいろ変わるようになりましたね、このボタンを押すことで。まだ3色しかない。え、赤、青、黄、ほんまや、赤、青、黄、ほんまや、3色しかなかったね、この時。ゆうすけライブツアー2016、なんて書いてんねやろこれ、亀みたいやけど。懐かしいですね。やっぱ遊具場じゃないの、ちゃうかな。はい、いきます、こちらです。続きまして、ジャカ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 、ズン、丸いですね、今度は丸いです。丸いです。これは2017です。2017、次の年ですね。はい、これは何やったかな、2017は。2017、あ、色いっぱい変わるな。赤、赤、はい、緑、はい、青、黄色、白、ピンク、スカイブルー、スカイブルー、スカイ、スカイスカイですね、スカイですね、はい、なかなか綺麗ですね、これもうね。スカイ言うたら。ゆうすけパフォーマー、ゆうすけプラスパフォーマーって書いてますね。そいつは、ウィッシュアップオンアスターかな、ライブツアー2017、はい、はい、これが3つ目、2017です。はい、はい、続きまして、ジャカ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 、ズン
和。和なんですけどですね、この太鼓です。太鼓の友右衛門が入っています。和。和です。あの、和なんですけどな。はい。これは何色に変わるんですか？これは、白、ピンク、スカイブルー。スカイ赤。赤。ですね。あ、そうなの。こっちの方が色多いんや、ほんなら。緑と、あ、緑もあるやん。緑、緑あるやん。青。青。一緒やな、色の数は、ほんなら。黄色、ピンク、スカイブルーね。はい。はい。これ形がちょっと似てますけどね、若干違うんですね。はい。この、こういう太鼓の柄が入ってますね、こっちの方が。後ろはよく似てるけど、この周りにこう、ポポポポポポと丸いのが。微妙にこっちと違うな。わって書いてあるわ。うん。ウィッシュ、アップオンアスターかな、これ。なんて読むやろ。ウポン。なんて読むんでしょうか。はい。星。いいなと。ちゃうな。ちゃうか。はい、続きましてこちらですね。はい。じゃか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 、ズン。ズン、ゼロ。ゼロ。ゼロです。これは最後に行ったライブですね。それ最後やったん？最後にゆうこちゃんたちと一緒に行った時のやつ。そっか。ゆうこちゃんとも行ったな。はい。これも。ゆうこちゃんはあれからゆうすけ行ってんのかな？お前な。な。これも赤。赤、緑、青、黄色、白。ピンク、スカイですね。ですね、はい。スカイブルーです。で、これはゼロだから、なんか、10周年の手前やったっけ ?10 周年の、ゆうすけ。手前とか、なんか、そんな。なんか、その辺やったな。これ、なんか、大阪城ホールでしたやつ？書くな。こっちゃん初めて、うん。2階席に行った時のやつ。そうか。はい、じゃあ最後いきます。最後じゃないですね。じゃか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 ファントゥーベスト。ファントゥーベスト。これが10周年か。あ、それが10周年か。10周年してゼロか。やっぱ順番逆か。さっきそっちか。あ、うん。赤、緑、青、黄色。白、ピンク、スカイブルー。スカイ。はい、スカイブルーです。はい。こっちが先か。そっちが先でこれか。こっちがじゃあ、ジョーホールってことかな。ユースケファンの、ユースケクルーの方にちょっと怒られそうやな、間違えたら。はい。また、間違えてることがあったらね、指摘してくださいね、クルーの皆さんね。お願いします。そしてこれで。そして一番最後。はい。久しぶりに行きました。ゆうすけのそうですライブです。去年なくて今年、はい、はい、行きました。はい、新しい最新ペンライト、じゃかじゃかズン。なんとね、これひまわりなんですね。ひまわりのペンライトです。こっちと似てますね。似てるね。こっちは光れへんけどね、こっちは光ります。ゆうすけのペンライト、オフィシャル商品です。こっちはオリジナル商品です。こっちはのオリジナル、チャイチャのオリジナルですね。大きさもほんで違います。うん、よう似とるけどな。うん、でこれは 赤がピカピカ光ってますね。ちょっとボタン押してみて。どんな色なんの？赤しかないのかな、これは。このライブはね、入場がね、2人しかチケット取れなかったんでね、小太郎くんとお母さんと2人で行ってるんですね。僕は行けてないんです。ボワーンって、あ、すごい色変わってきた。色変わるし、ほう、やつにもなります、うん、あ、また変わってきた。青くなってきた。ちゃうんか。あ、おー、色赤くなった。ここの中変わってます、うん、ちょっとね、こうスマホのカメラじゃあんまり色が綺麗に出ないんですけど、実際は色がボワーンと変わっていったりとかしてますね。はい、へー、綺麗やね。これペンライトとしてだけじゃなくて、こう大きいもの飾りとしても使えますね。パパパパパパパって光ったり、パッカ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 。で、これがよくあるやつな。ぼわー、赤から、はい、緑になったり、今緑です。そして今青です。
おお、これようできてるな、すごいな。はい、こういう種類があります。というわけで、全1,2,3,4,5,6,7 種類のペンライトを今所有しています。これとこれが、うん、この形です。棒状のやつね、サイリウムっぽい感じの形ですね。うん、あとはこうみんな結構オリジナリティがあるデザインで、なかなかいいんじゃないかと。小太郎くん、ちなみにどれが一番好きですか？こっちゃんは、うん、これ。ドリランですね、やっぱりね。俺もそれが好きかな。これと、うん、これ。ゼロね。はい。はい。わかりました。じゃあこれを持って今日は終わりにしましょう。どうぞ。はい、またこん時みたいに、この前みたいに、うん、ライブ行けたら3人で行きましょう。はい。でまたライブ会場ではね、千尋ちゃんとか、はい、千尋ちゃんとかにも、はい、会いたいですね。会いたいですね。千尋さんのお友達も何人かいてるしな。あとまだ会ったことないけど、夏 A さんとか、あと最近コメントくれてる白石さんとか、その人が、うん、どこで友達になったんか分かりません。 YouTube 見てくれてるみたいで、あんたの YouTube、ちひろちゃんつながりかなって。いやだから違う、この YouTube を見てくれてるみたいで。ありがとう。はい、というわけでこっちゃん、今日はですね、はい、ゆうすけくんのペンライトのコレクションを紹介しました。それではまたね。じゃなー。